まずいんじゃないか。危なっ、もう気にすることないよ、竹雄くん。さあ、もちろん学校の中でこんな格好で。かわいい。後輩の子たちが来ることに なって、こんなところを見られたら。見られちゃ困るの。僕なら構わないけど。ああ、やっぱりいろいろ。じゃあ今のうちに。じゃあ、あの時あんなにテレビに顔出てんだからね。あんまし恥ずかしいことしたらすぐ変な雑誌とか載っちゃうよってば。困る。あん時釣り鐘にさらわれたのはあんたってことになって。中富君、いや、ズボンがほつれてるって言うんでね。いつまで乗ってんだ、油ズボン。できたよ。そうだったんですか。私てっきり何。背中弱いんだぞ、僕は。いいこと聞いて。